大統領令1号、奴隷解放令南北戦争の最中の1864年に、フィラデルフィアで北軍の戦費調達のために印刷、発売された、リーランド・ボーカー決定版、奴隷解放令。エーブラハム・リンカーン大統領自らの署名が入った、ものは、今日48枚が現存する。ペンシルベニア州立大学特別コレクションライブラリー、修造。大統領令。 大統領命令、大統領行政命令、または執行命令は、アメリカ合衆国大統領により、アメリカ合衆国議会の承認を得ることなく、アメリカ合衆国連邦政府やアメリカ軍に対して発せられる、アメリカ合衆国の行政命令、行政委任立法。アメリカ合衆国憲法で明確に規定されているわけではなく、1789年以降、 行政官による任務遂行の命令に資するために発せられてきた。アメリカ合衆国連邦政府では以下の概念その他が存在する。連邦議会が制定する法律に基づく大統領への委任立法であることもあり、また逆に連邦議会による立法で上書きされうる。連邦最高裁判所による意見判決で上書きされうる。実際に 連邦最高裁による意見判決で無効化されたことは過去に複数回あり、そのうちの一つはハリー・エストルーマン大統領が朝鮮戦争時にストライキしていたオハイオ州の製鉄工場を強制接収した大統領令1340号である。1907年から番号が振られ始め、エイブラハム・リンカーン大統領が1862年に発した 奴隷解放令まで遡って番号を振った。日本において有名なものに太平洋戦争時の大規模な日系アメリカ人の強制収容の根拠となったフランクリン・ルーズベルト大統領による1942年2月19日の大統領九9066号がある。そのフランクリン・ルーズベルト大統領は歴代で最多の3721本を発している。 毎年ホワイトハウスで感謝祭の前日に行われる全国感謝祭七面鳥披露式にてターキーパードンと呼ばれる料理のために用意された七面鳥を放免する儀式が行われるが2014年バラク・オバマ大統領はこの御社の命令をエグゼクティブオーダーと表現したありがとうございます